吉谷さん、さすがですね。やっぱ人生ってのは旬がありますよね。食べ頃というか脂の乗り切った時ってのは、20代で金を手にしても経験もないし人脈も少しで、あれこれ移動のキャリアとかもね、いろいろ不足してるんですよ。お金だけがあってもアンバランスなんですよ。もちろんあったことには越したことはないんですけどね。でも人生の深みとか広がりを知るにはもうちょっと時間がかかるんですよね。まあ、特別な人はね、最初から帝王学極めてて10代でもう何もかも全知全能になってるわけなんですけども、私たち普通の人間が20代でガーッとね、金を手に入れたって言っても何しゃいんやって話になるんですよね。せいぜい高級車買って終わるぐらいなんですよ。で、高級車に満足してそれ以上世界が広がらなかったりするんで、大好きな高級車を買ったらすぐにそれをね手放すっていうのも大きな選択、じゃあ次何をするんだっていうふうに気持ちが切り替わったりするんですよね。で、私がいろいろ40代でそのネットビジネスでね、一山当てて本当に良かったなと思うのは、やっぱはばかりながらね、20代30代で一通りの経験はしたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、サラリーマンをやって行けるとこまで行ったし、自分で個人事業主として最大値では20個の法人を同時運営してましたよね。で、店舗も20数店舗にまで広がって、で、それがもう全然うまくいかなくって、人件費とか家賃とか不動産交渉とか、それからまあ詐欺にもあったりとかね、持ち逃げされたりとか、従業員が裏切ったりとか様々あって、まあ、小伝板になってね、で40を迎えたから良かったかなと思うんですよ。でいろんな準備が整ったんですよね。ネットビジネスっていう情報業界にいても、不意打ちを食らうことが前提だと思っていたりとか、その思わぬところからミサイルが飛んでくるなんてのも100も生じちゃったんで、あらゆるリスクエッジができて、でしかも基本的にはね、一個のことをちゃんと使えば、手持ちのカードが一枚でもいいから使えば、こう一時が万事になるっていうふうに、私は思っていたんですよね。だからネットビジネス塾っていうのも、一個入れば十分と。そこで名を上げれば、他の人はね、一つですら扱えないんで、あっちこっち散財しちゃうし、もうビジネスもいっぱい浮気しちゃうんで、回り道して、くたびれて退場ってことになる。要するに、カモになっちゃうわけですよ。だから、ネットビジネスに参入する人は山ほどいるような感じですけども、ほとんどの人がね、参入するだけで何もしないんで、きちんと自分の足を第一につけて一歩一歩進めば、あとはもう時間の勝負ですよね。早ければ3年、遅くても5年でもう一等中の存在になれると。これはね、私強く確信してスタートして、そして今でもね、その判断間違ってなかったと思います。本当にね、私正味ね5年くらいですよ、ガリガリビジネスだったのは。そっからは浮いたお金で、まあ家賃をね払わないでいいように家を一発で買ってしまって、障害経費ってのをもう残したままで、あとは余剰資金ばっかりですから投資にすんなりといったと。しかもその投資も最初は少ない金額からいって、だんだん広がっていって、で広がったんだけど今は数本に絞ってやってるって感じなんで、その人生の脂がね乗り切った、まあいろんなところで痛い目見たりとか美味しい目を見たりとか、人間関係とかね、なんか何が起きても当たり前だなっていうところと、人生は限界が来るっていうこと、人生は永遠ではないってこと、いろいろとこう思った時にバランスが取れてきたって感じですかね。で、どっちにしても私現役でここまでのテンションでできるのってそんな長くはないと思うんですよ。まあ、YouTube のこの更新に関しましてはね、大したスキルも体力もいらないんで永遠とできますけども、じゃあセミナー講師としてね、全国飛び回るぐらいバンバンできるかって言ったら、社会情勢的にもそれから体力的にも意欲的にももう衰えてきてるんで、そっちじゃないなと思いますし、まあなんせ私はね、もう家族ってものが一番のエンターテインメントであって、自分の人生の中心にいますから、その時にビジネスを無理しなくていいっていう状況ができたっていうのは、まあ間に合ったなっていうことですね。本当に間に合ったっていうのが全部に言えることで、本当に間に合ったと。これが40ギリギリでラストチャンスだったと思いますし、45でも遅かったと思いますし、それからね、30とかでも早かったかなと思うんですよ、私はね。まあ、吉田さんは私よりも 10年早く今みたいになってますけども、でもそれもいわゆる日本一のね、曲がりなりにも日本一のそのヒルズ塾の麓にいたんで、それは日本一そのビジネスのことをね間近で見てて、しかもゴーストライターとして一流の質問に一流の回答をしてきた、その積み重ねがあるから、しごかれたかもしれませんけどね、全部それが財産になったんじゃないかなと思うんですよ。
で、あとね、やっぱりね、不屈の精神っていうんですかね、なんか知んないけど打たれ強さっていうのは吉谷さんはやっぱ卓球で学んだんじゃないかなと思うんですよ。身についたと思うんですよ。それこそ卓球やってた頃の苦しさに比べたらこのぐらいは大丈夫だろうみたいな思いがあると思いますし、それはね、私も共通の思いなんですよ。10代の頃自分の体を散々っぱら使ってきたあの苦痛に比べたらね、10月に比べたらビジネスで頭に汗かくぐらいどうってことないなというふうな思いですよね。だからやっぱ10代とか20代の前半で体にものすごく負荷をかけていた、そしてそれを突破してきたっていうのはなんか一生使える財産になるかなと思いますね、うん、だから10代の過ごし方がもうすでに30代40代にも影響を及ぼして勝負あったっていう風になっていくのかなと思った時に、振り返った時にね、10代を、うん、なんかこのね肉体を使うことに打ち込んどいてよかったなと思います。まあ逆に言えば10代の頃ってむちゃくちゃ勉強してガリ勉になるか、体をめちゃくちゃ作ってタフになるか、そのぐらいしかないですからね。それを礎にして20代や30代でお金や人間付き合いとか自分の人生とかをね、やっと整えていくってことなんだろうなと思います。それが脂の乗った状態、旬が来たっていうことなんだろうなと思います。人生の旬、逃さないようにしていきたいですね。いってらっしゃい。